戦国武将、郡木政子。こちらは法輪寺さんの墓所に来ています。ちょっと墓石だけで話をするのも、あれだね、こちらに説明がありますんで、まあ、いわゆる三河武士ですよね。三河の郡木城城主であった郡木家はですね、徳川家康公に、この方の父親の清長公も、一緒にですね、戦ったと。まあ、この正長公は清長公の長男って書いてありますけども、もともと三河生まれでですね、まあ、三方ヶ原合戦とか、その武田との戦い、甲州攻め、あと長久手とか、まあ、数々の戦で武功を立てた、まあ、有名な武将なんですけども、最後病死みたいですよね。40代でちょっと若くして亡くなったということで、で、まあ、正長公はですね、まあ、要するにこの岩槻との関係というのも、家康公がですね、こちらに関東に入ってですね、所領を得て、それをほとんどその三河以来の家臣たちにも分けてましたので、それでこの地に入ってきたということになりますよね。ですから、いわばまだ藩は出てなかったですけど、立藩してなかったですけど、要するに岩槻の城主となったわけですよね。で、この方語るときにですね、もう一つ付け加えたいのがですね、武田勝頼公の娘さんで定姫、後の宮原家に嫁ぐ姫なんですけど、定姫公をですね、ちょっと預かってた時期があってですね、宮原家に行く前にですね、郡木家に、住んでいたと。ただ、それは岩槻ではないとは、この地ではないとは思うんですけど、こっちに入ってきたのはですね、結構後の時代で、要するに武田家が滅んだ1582年の後にですね、定姫たちは逃げてますので、で、まあ、家康公もですね、その勝頼公って、ある意味敵ですから、敵の娘でもね、丁重に扱ったということですから、この郡木に預けたということになりますよね。ですから郡木家はその、いろいろ戦にも活躍したという部分もありますし、そういった家康公のですね、直臣というわけじゃないですけど、側近に近いような働きもしていたということもありますよね。そのことはちょっとここには触れてないんで付け加えさせていただきますね。で、郡木はですね、すみません、父の清長公は、同じ岩槻でこの近くにお寺があるんですけど、別な、形でちょっと紹介できればなと思いますね。はい、じゃあちょっと最後に簡単に墓碑を見てですね。これも五輪塔で、右側にですね、太田道灌公、氏助公、法輪院の同じ形の廟がありますので、見落とすことはないと思いますね。こちらですね。引いてみますか。郡木政長公霊廟となってますね。ちょっとね、他も住宅地なんで、はい、以上です。